1972年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第24回大会である。4月にドイツのニュルブルクリンクで開幕し、モンジュイックサーキットで開催された最終戦スペイン GP まで全13戦で争われた。フランス GP とユーゴスラビア GP がカレンダーに復帰した一方、1949年の 世界選手権シリーズのスタート以来その一戦として組み込まれていたアルスター GP が北アイルランド紛争の影響によってこの年からカレンダーから外されこの年の世界選手権は全13戦となっているイベントとしてのアルスター GP はヨーロッパ有数の行動レースの一つとしてその後も続けられているが世界選手権に復帰することは二度となかった 1960年代の終わりにグランプリから撤退した日本メーカーの中で最初にワークス活動を再開したのはすでに市販マシンで中排気量クラスを支配しつつあったヤマハだった。この年ヤマハは 250cc と 350cc の市販マシンである空冷の TR-TD シリーズをパーツの共通化を図った TR-3-TD3 へと進化させて これまで同様に多くのプライベーターたちに歓迎されていたが、それとは別に、両クラスに事実上のワークスマシンである水冷の新型マシンを投入して、ロドニー・ゴールドやケント・アンダーソンといった契約ライダーを乗せ、同時に日本選手権で活躍していた金谷秀夫をグランプリに参戦させたのである。翌年には、 この新型マシンをベースとした市販マシンである水冷の TZ シリーズがリリースされることになる。またその一方で、ヤマハは第二次ワークス活動の本命とも言える 500cc クラス参戦の準備を進めており、この年の9月には水冷4気筒のユーザー500のテストを開始していた。活動を再開したヤマハはしかし、この年の第5戦として開催されたマンシマ。 TT レースにはチームとしては出場していない。グランプリの中でも最も伝統的なイベントであるマンシマ TT だったが、古く荒れた一周 60km のマウンテンコースは最新のサーキットに慣れた人々には危険なコースと映っており、1970年代になる頃にはマンシマ TT を敬遠するライダーが増え始めていた。 1970年には 250cc クラスのランキングトップだったスペイン人のサンチャゴヘレロの事故死によってスペインでは自国の選手がマンシマ TT に出場することを禁止する決定を下しておりこの1972年には 125cc クラスでタイトル争いをしていたジルベルト・パロッティがトップを走りながら高速コーナーでクラッシュして死亡した パロッティの友人でもあったジャコモ・アゴスチーニはコースが回収されない限り TT レースには出場しないと語り、その言葉通りアゴスチーニのマンシマ出場はこの年が最後になった。そしてこれ以降トップライダーやワークスチームがマンシマを敬遠する傾向にますます拍車がかかり、ついには5年後の1977年からマンシマ、TT は ロードレース世界選手権のカレンダーから消えることになる。例年通りメガボルト、アグスタの3気筒に乗るジャコもアゴスチーニが出場した。ほぼすべてのレースで勝利を収め、500cc クラス7連覇を達成した。アゴスチーニが唯一スタートしながらもと、しかし、この年このクラスで注目を集めたのは、ランキング3位、4位となったブルーのクノイビューラーや、ロドニーゴールド、 メガボルト・アグスタが出場しなかった最終戦スペイン GP で優勝したチャス・モーティマーといったヤマハ勢だった彼らは2ストローククレーに寄稿の 350cc をボアアップしたマシンでメガボルト・アグスタに迫る速さを発揮したのであるもしヤマハがこのエンジンにシリンダーを追加してフルスケールとし水冷化して出力向上させたマシンを作ったら メガボルト、アグスタの脅威となることは容易に想像され、そしてその予想は、翌年のユーザー500のデビューで現実となる。この年アゴスチーニのタイトル防衛の障害となったのは、ヤマハの水冷日起等に乗るヤーのサーリネンだった。サーリネンは、初戦の西ドイツ GP で、接戦の末にアゴスチーニを破ると続く、フランス GP でも連勝して、選手権をリードする。 アゴスチーニは、フランスでは4位に沈んだが、アゴスチーニが完走したレースで、表彰台を逃したのは1967年。メガボルト・アグスタは新しい4気筒を投入し、アゴスチーニは、第3戦オーストリア GP から3連勝で、巻き返しを図った。東ドイツ GP では新たにアゴスチーニのチームメイトとなった、前年の 250cc チャンピオンのフィルリードが、 メガボルト・アグスタでの初勝利を飾り、チェコスロバキア GP ではサーリネンが3勝目を挙げて、追いすがったが、フィンランド GP で6勝目を挙げたアゴスチーニが、サーリネンを振り切って 350cc クラスでは5年連続となるタイトルを獲得した。第3戦オーストリア GP で、バリア・ヤンソンが、デルビに 250cc クラスでは唯一となる勝利をもたらしたものの、 このクラスはほぼシーズンを通して、ヤマハ勢に対して2ストロークの新型を投入した、アエル・マッキワークスのレンツパゾリーニが一人挑むという、構図の戦いとなった。開幕戦では、ヤマハの金谷秀夫が、初めてのグランプリで優勝するという快挙を成し遂げ、第2戦フランス GP では、ディフェンディングチャンピオンのフィルリードが勝利した。フランスで2位に入ったパゾリーニは、 第4戦、イタリア GP でシーズン初勝利を飾ると、ユーゴスラビア GP でも優勝、その後もコンスタントに表彰台に上る速さを見せた。しかし、シーズン後半に入ると、前半にはなかなか勝てなかった、ヤマハのヤーノサーリネンが調子を上げ、ベルギー GP から3連勝でタイトル争いの主導権を握ると、第12戦、フィンランド GP で4勝目を挙げて、初めてのタイトルを獲得した。 A2、江戸のデルビ125開幕戦から2連勝して、シーズンをリードしていたジルベルト・パロッティが、第5戦のマンシマ、TT でのクラッシュで、事故死したことにより、シーズンの流れが変わった。前年のチャンピオンであるアンヘルニエと、ヤマハワークスのケント・アンダーソン、マイコのバリア・ヤンソンら、レースごとに勝者が変わる混戦となり、タイトル争いは最終戦までも連れ込んだ。 ヤマハのチャスモーティマーは勝利数こそ満島での一勝に終わったもののシーズンを通して表彰台に上がり続けるという安定した成績で最も多くのポイントを獲得したが成績の良い7000分のポイントを有効とする有効ポイント制によってタイトルは最多の5勝を挙げたデルビのニへとのものとなったこの年タイトル争いが最も激しかったのは 50cc クラスだった デルビのアンヘル・ニエトと前年のチャンピオンであるクライドラーのヤンデ・フリースの二人は最終戦を終えた時点で優勝と2位が3回ずつという全くの同ポイントだったのであるこのような場合規定ではフィニッシュしたすべてのレースの合計タイムで順位を決めることになっており21.32秒差でニエトが 50cc クラスのタイトルを奪回したヤンブルインズのユーゴスラビアでの一勝が 決め手となって、マニファクチャラーズタイトルは、クライドラーに譲ったデルビダが、この年をもってワークス活動を休止した。500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、編集 500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、 編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、編集。ありがとうございます。